外漫画の本棚。はい、今日の海外漫画の本棚は番外編になります。第38回の海外漫画の本棚でラットのカンポンボーイ、タウンボーイという作品を取り上げました。でこちらの作品はですね、マレーシアの漫画家さんの作品ということで、今回の番外編では東南アジアの漫画を、あれこれおしゃべりしていきたいと思います。はい、とはいえ東南アジアの漫画ってあんまりないですよね。そんなに多くないですよね、紹介、日本に紹介している。そうですね、あの体系的に紹介されている感じでは全くないと思うし、ポツポツと紙で出たりとか、近年だと電子で出たりとか、そういう感じですね。はい、そうですね、でまあ、例えば、まあ、このラットのね、ラットさんと同じく、うん、マレーシアの作品で言うと、はい、まあ、学習漫画でね、本当は実はたくさんいっぱい出たりはするんですけど、はいはい、ちょっとうちは持ってないんですけれども、いろいろ出てたりはするんですけれども。どっちが強いとかそういうやつだっけ？そうです、どっちが強いシリーズですね。うん、めっちゃ何冊も出たりもしますが。あとその、まあ、電子でっていう意味で言うと、まあ、こういうねちょっとねもうこれギャグ漫画ですけれども、ライデンという作品ですね。暴走変身宅配野郎 in マレーシアという副題がついておりますけれども、まあ、宅配のお仕事をしているヒーローものって言っていいんですかね。はい、という、なんてかな、関西弁を喋っているっていう話になってますけれども。はい、まあ、こういうような、まあ、作品とか、まあ、電子でね、うん、これね、3巻まで出ておりますけれどもね。うんうんうん、で、あと、なんかちょっとね、少女漫画っぽいものとかも出ていたりもして、常夏の国で君とという作品ですね。はい、はいはい、マレーシア16編の恋ということで、まあ、恋愛漫画。で、これすごく面白くって、そのマレーシアの、女性のね、考え方とか、なんか生き方みたいなものとかっていうのも、いろいろ描かれていてね、なんか、で、絵もなんかすごく素敵な感じで、雰囲気のある作品で、ちょっと面白い作品とかが出ていたりもしますけれども。その二つは同じタイミングで出たんでしたっけ？なんか角川かなんかでしたよね。あ、そうです。角川さんから、なんか同じタイミングでちょっと海外漫画を頑張るよみたいな感じで、このね、マレーシアの作品が紹介されましたね。はい。まあ、あと、こう、やっぱり人気というか、よく知られているもので言うと、このマムアンちゃんですね。はい、タイの、ウィセット・ポン・ニミットさんの、作品。まあ、このね、うん、まあ、タム君という愛称で知られていらっしゃる方ですけれども、この方のね、作品は結構いろいろ出ておりますよね。そうですね。日本で作った作品もあるしね。日本の版元でね、なんか連載されてっていうのもあるし。はい、で、まあだから、彼がタイの作家さんですけどね、タイで出したものだと、この76社から出てるヒーシートのシリーズ。はい。はい、でもなんか全部翻訳されてるってわけではないんじゃないかなと思いますけどね。多分。あ、そうなんですね。3冊ね、出ておりますけれどもね。で、時代も結構いろいろ古いのもあるし、新しいのもあるし、みたいな、うんうんうん。絵がなんかね、ラフな感じで描かれてて。はい。うん、とても魅力的ですけど。ね、魅力的ですよね。私もなんかヒーシートの、アクアの一番最後の話だったかな。なんかめっちゃ大好きな作品あります。うん、なんか、サイレント漫画で、部屋っていう作品で、はいはい、なんかちっちゃい頃からどんどん大きくなっていくに従っての、うん、この部屋の変遷というかね、まあ、大人になると引っ越してみたいな、彼女と同棲してみたいな、うん、なんかそういう風に、こう少しずつ部屋が変わっていくみたいな、なんかそういう話をね、書かれてらっしゃるんですけれども、この作品とかもめっちゃ大好きですね。で、あと、そうですね。まあ、例えばなんか、インドネシアだと、こういう、うん、
インドネシア少年の対日対オランダ独立戦争っていう、まあ、これは結構歴史漫画ですけれどもね、こういう作品とかも出ておりますよですね。ね。歴史漫画でもあり、戦争漫画でもあり。割とでも新しい作品だったよね、確かね。あ、そうでしそたっんなけ、大これ。昔の作品じゃないんだよな、これ。でも、そっか、本書は2013年からシリーズものとしてインドネシアで刊行している少年向け歴史コミックっていうことですね。10年くらい前の作品ですね。これカラーなのかな、もこもこ。ちょっとわかんないけど、日本語版白黒だけどね。ああ、そうですね。塗りの感じがね、なんか。ちょっと、もしかしたらフルカラーだったのかな？ね、ちょっとそのあたりわからないですけれども。これ出版社がまたメコンっていう出版社でね、なんか出はたい。時にやっぱ驚いた。ああ。こういう作品がこういう出版社から出るんだと思って。はい。ね、本当に。これ、でもまあ内容的にもやっぱ面白いですよね。なかなか知ら、これもね、知ら、なんか日本人が知らない、そうですね。こう、日あれ、本の歴史というかね。歴史的な事実なんでしょうけど、多分、そういうこととしてすごく面白い。まあ、漫画としてすげえ面白いかどうかはわかんないですけど。まあ、そうですね。でね、インドネシアの作品とかっていうと、私ちょっと最近面白い漫画というか、まあコミックとイラスト集みたいな感じなんですけれども、手に入れまして、このデヴィ・プトリ、メガワティさんというインドネシア出身の、まあイラストレーター、アーティストさんが、これはですね、ショートボックスというイギリスの出版社、まあ、結構、インディーズ系とか、まあ、そういうような、作品をよく出されているような、まあ、リトルプレスなんですけれども、そこから出された作品で、3人のこのムスリムの女の子たちの日常が描かれているっていう作品になっていてですね、これめっちゃいいんですよね。めっちゃ可愛いんですよね。で、なんかね、ご飯をよく食べててね、それがめっちゃいいんですけれども、このね、三人の女の子のキャラクターがとってもよくって、まあ、一人目の女の子はこう13歳の女の子っていう、設定になっていて、で、お料理が大好きで、で、でも SNS とかはまだ子供だからって禁止されているから、なんかこう、動画のね、レシピ動画とかを見て、自分でお料理するのが趣味みたいな、そんな女の子だったりだとか、あとなんか13歳の高校生の女の子のもうなんか本当にハイスクールライフが描かれていたりだとか、あとこれ、もう3人目は25歳の OL のね、女性で、まあ、すごくバリバリと働いていて、親元から離れて働いているっていうね、OL の女の子で、で、もう25歳でだいぶ年をどん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 取ってきているから、こう胃腸に優しくするために発酵食品にはまっているみたいな、ピクルスとかめっちゃ作ってるみたいな、なんかそんなお話とか出てきたりして、すごくね、面白い作品でしたね。なるほどな。そっか。やっぱだからヒジャブって言っていいのかどうかわかんないけど、その頭ね。それを被っているだけで、僕らとまるで異文化とかっていうふうに思ってしまうじゃない？ついつい。でも、今の話聞いてるとね、本当になんかこう、日本人の、同年代の女性とか女の子とかでも同じような感じあるだろうしさ。そうなんですね、よ。全然そういう感じがするな。そっか。そのなんかバスケットボールをやってるんですか？一人は。これ、たまたまあ、ま持ってるだけ。学校とかでね、そういう授業とかがあったりとかもしあ、ますそういうね。感じか。なんかさ、最近、僕、サッカーとかバスケとかすごい大好きでよく見るんですけど、バスケだったかな？アンダー世代のさ、U17 とか19とか、まあ、いろいろ試合があって、今や YouTube とかでそれライブで流したりするんですよね。なるで、ほど。それで、やっぱ、系のムスリムの国だったかな。ちょっと国の名前忘れちゃったんだけど、そこの人たちはやっぱりヒジャブ被ってプレースしてたのよ。だからすごい、そういうのあんま見たことなかったけど、なんかこうそういうのも当たり前のものとして定着してったらね、いいな、違和感も感じなくなっていったらいいなって思いますよね。で、しかもなんかね、これね、結構中に、このスカーフの巻き方をどう巻くのかみたいなところも、絵で描かれてたりもするんですけど、めっちゃあるんだよね。すごく。
でね、なんかね、この3人がまたそのスカーフの巻き方で、全員みんな違うんですよね。個性的にね、しててね。なんかそういうのとかもすごい面白いですよね。あとね、まあ、シンガポールの作品とかで言いますと、この、A Day in the Life っていう、まあ、いろんな世界のアーティストさんの、まあ、コロナ禍での日常を描いた作品っていうアンソロジー本になるんですけれども、この中にはね、シンガポールのトロイ・チェンさんという、作家さんの作品とかが、紹介されていたりとかもしますね。そうですね。まあ、それもあれですよね。さっき紹介したウィストポン・ニミットさんも一番最初にね、カラーを描いて。そうですね。はい、そうです、そうです。したね。はい。ちなみに僕解説書いてますんで、はいはい、機会があればぜひ皆さん読んでください。はい。そうですね。で、あと、シンガポールといえばね、うん、この作品、ソニー・リュウさんの、The Art of Charlie Chan Hok Chai という、もうこれはとても素晴らしいシンガポールの漫画が、うん、なんか翻訳されるという、ね、予定はなんかね聞いているんですけれども、はい、いつになるんだろうっていう楽しみにしている作品がありますね。まあでもそろそろ出るんだろうかね。まあでも ね、それ実は僕もだから持ち込んだことがあるんですよ。はい。まあ、今回訳すの僕じゃもちろんないんですよ。で、はい、レジュメとかも作ったんだけど、それね、やっぱ訳すの結構大変だと思う。ああ、本当ですか。漫画の中に漫画がいっぱい出てくるのよ。その作者が。チャーリーちゃん、ホクチャイが書いた漫画がいっぱい出てくるんだけど。はい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 。時代によって結構変わっていくんですよ。なるほど。日本の支配下だった頃のこととかを描いてる、そういう漫画とかも出てくるとか。だからこう、しかもね、これ政治的な結構作品でもあるんです。ああ、なるほど。で、今のさ、シンガポールってまあ、ある意味、と独裁の国ですけど、それに、なんかこう、カウンターとして出てきたある政治家がかつていたんだよね。シンガポールが独立する頃だったかな。まあ、それこそ、マレーシアから離れていくわけだけど、で、その、はい、で、政治闘争に負けて、なんかこう、イギリスに亡命するんですけど、その人のこととかが出てくる漫画とかが最後の方とかにあるんだよね。その、政治家、なんつったらいいの？歴史改変もの的な漫画で。はい。すげえ大変だと思うし、だから、シンガポールに詳しい人がね、やられたらすげえいいんだろうなって思う。じゃないとちょっとできないですよね。難しいですね、大変だと思う。はい。あとね、まあ、これ、翻訳出されるのが、コロカラさんという、出版社さんから出るというふうに、うん、聞いておりまして、で、前、コロカラさんが来た時にね、ちらっとこの作品のことをおっしゃったんですよね。はい、まあ、一応なんか翻訳作っている途中だよ、みたいな、制作途中です、みたいな話をされていて、うん、で、なかなか大変だっておっしゃっていたのが、こう、これって、いろんな、なんか、ま、漫画をね、書かれて、昔の漫画とかが、こう、いっぱい、こう、なんて言ったらいいのかな。まあ、昔風な感じで、資料っぽく描かれているんですけれども、このなんか、汚し感みたいなのが、こう、全部データで、でしょうね。なんか、ものすごい重たいデータになってて、でしょうね。作業するのが大変とかいう話を。そのセロハンテープとかそういう感じだよね。はい、そう。とか、まあ、汚れ感みたいなのとか、全部、こうね、まあ、データ化されているので、まあ、当たり前なんですけれども、ちょっとデータのね、オペレーションが結構大変みたいな話を、こそっとおっしゃっていらっしゃいました。なるほどな。うん。まあでも楽しみだな、それは翻訳されたら。本当に、いや、これ本当素晴らしい。やっぱ、シンガポールの歴史も知れるし、こう、ちょっとなんていうの、漫画の歴史みたいなものっていうのも、やっぱり、そうこうですね。ね、わかるみたいな、すごい作品なのでね、これはい。は本当に、期待したいと思います。あとなんか原さんありますか？そうですね。あとなんかあるかな。まあ、あと、例えば、シンガポールの作家さんだとね、あ、この、はい。フー・スイ・チンさん。まあ、いつも読み方わかんなくなっちゃうんだけど、はい、フー・ふうスイ・チさん。ンさんは、なんかこう、エッセイ漫画みたいなのも出されてるけど、しかし、これじゃない、アスカ新社から。そうですね。これでもう、も、シンガポールで出た作品なのかどうか知らないですけどね。英語圏で、アメリカとかで出た作品なのかな。ああ、そう2006です年ね。だよね。こういう絵柄のね。
まあ、こういう作品とかもあったりするし、あとは、作品としてはアメリカの作品で、海外漫画の本棚でも取り上げたい。取り上げてなかったっけ、まだまだですね。あ、取り上げてないか。そうか。はい。サンデー漫画クラブで俺は多分やったんだ。で、そうですね。このね、TV さんの私たちにできたことって、これアメリカですごい高い評価を受けた作品ですけれども、これはベトナムのことを描いてるんでね、そういう意味では東南アジアの作品ではありますよね。はい、そうですね。うん、結構でもなんか、全然ないかなと思ったけれども、まあ、結構なんだかんだ言ったらありますね、東南アジアの作品。まあでももっともっと増えてほしい感じではありますけれども。そうね。で、あとはもう、インターネット上でも全然追跡できなくなっちゃったけど、かつて、コミックカタパルトっていうところがね、はい。電子書籍ですごく、いろいろ、台湾とインドネシアはものすごく力入れてたんですよ。あ、そうなんですね。うん。で、例えば、インドネシアで言うと、ガルーダヤナサーガっていう、なんていうの、これ、ヒンドゥー的な神話なのかな。はい、それをベースにしたヒーローものっぽいやつとか。そんなのあったんですね。出たり、そうそうそう、はい。だからこれもうアクセスできないの本当残念ですけど。いやー、本当残念ですよね。ね。それからあとね、これ漫画スタイル。あ、まあ、日本の漫画やっぱ相当強いと思いますけど。はい。あとは、グレイ&ジンガっていうラブコメものって言ったらいいのかな。二人、アップルのお話のやつとかも、これもインドネシアだったような気がするな。と、あと、スーパーヒーロー、っぽいやつとかもあったような気がする。翻訳で言ったかな。ということでね。まあそういうのもありました。かつてね。なるほど。ちょっとなんかね、復刊みたいな、術がないのかみたいなところはちょっと思っちゃいますね。ああね、なかなかね、難しいかもしれない。難しいですけれども。はい。ということで、今回のですね、海外漫画の本棚の番外編はこのあたりで終わりにしたいと思います。海外漫画の本棚は毎週金曜日夕方にお届けしております。あと原さんとご一緒に海外漫画ラジオという海外漫画にまつわるニュースや雑談をするポッドキャストもやっております。そちらも毎週火曜日ともしかしたら木曜日12時更新です。よかったらぜひそちらもチェックしてみてください。ではまた次回お会いいたしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。